はいというわけで今回は配球より、えー、白鳥沢学園の五色くんを描きたいと思います。まあ、今回はミニキャラなので、まあ、そこまで、まあ、時間はかかってないんですが、まあ、それでもまあミニキャラなりにちょっと工夫しながら書、まあ、いてみました。 えまあ、キャラデザインとしては、まあ、ミニキャラなので頭が大きめになって体は小さめになって可愛い,い感じのイメージで、えー、デザインになっているのでそこを意識しながら、まあ普段とはちょっと顔のパーツとかバランスが違うのでそこに気をつけながら描いていくっていう感じです。 でまあ顔のパーツとってもそうですけどやっぱり可愛らしい感じ表情豊かな感じまあ元々の配景もねなかな,か,なんかギャグっぽいところもありつつ笑えるところがあるんで、まあ、表情豊かなシーンとか結構元々多いですけど、まあ、余計その五色らしい <laughs> 表情なのかなと見た時思いました。 なかなか可愛くてまあ一生懸命でまっすぐなところがこのデザインから伝わってきましただからそれをできるだけね崩さないように強調してあげるような感じで、まあ、丁寧に模写してあげるっていう感じです。で配球はもう僕めっちゃ好きなんですけど配球もう 2, 2週ぐらいかなまあ言うても2週っちゃ2週なんですけど <laughs> 2週ぐらい見て。 もともとなんか配給1回見たんですけど中学生ぐらいの頃かな、まあ、1回見たんですけどそこまではまれなくてで時間置いてなんか配給漫画完結したらしいみたいなのを聞いてでアニメでまあやってるとこまで見て続きを漫画で買って <laughs> 見たって感じですけどまあいいですよね。 まあやっぱスポーツ系というか青春系っていうのはやっぱたまに見たくなる感じ胸が熱くなるような感じがして他の,他のアニメにない良さがありますよね、まあ、なかなかもともと自分もスポーツやってたんでねスポーツ系のアニメは好きなんですけど中でもハイキューはトップクラスに好きです中でも白鳥沢は、ね、好きな学校で五色くんもすごい好きでまっすぐなところがいいしあの牛 牛若に <laughs> すごい憧れてる後輩っていう感じがしてでもまあ憧れてるだけじゃなくて「追いつけ追い越せ」の精神でバレーボールを頑張ってる感じの五式がめちゃめちゃ好きです皆さんはどんな五式が好きですかよかったらコメント欄に書いててくださいということで今回はこんな感じになりました完成がこちらです チャンネル登録お願いします